ジャック・ドミニク・ウィルキンスは NBA などで活躍したアメリカ合衆国のもとプロバスケットボール選手。身長203センチメートル、体重97キログラム。父親がアメリカ軍に従軍していた関係でフランスの首都パリで生まれた。高い得点能力を誇り、ダンクシュートで有名なことからヒューマンハイライトフィルムと呼ばれた。ジュリアス・アービング、マイケル・ジョーダン。 ビンス・カーターラと並び、史上最高のスラムダンカーの一人とされている。2006年にバスケットボールで遠藤入りを果たした。ウィルキンスの父親はフランスで米軍の空軍として、駐留していたためパリで生まれた。その後家族は、ダラスやボルチモアなど転々とした、うちのスカロライナ州ワシントンに定住しすることとなり、ワシントン高校に通うこと